陽的弱山一帯の国境がもたらす地味無料を防ぐ役割を務めたものの、かつて軍事防衛工事が行われたため一度地中深くに埋まってしまい、1783年になって再び日の目を見ました。妖的、手に軍令の小旗を持ち、西高東高の二つの村から妖的村郊外に流れてきた全景を専門に監視しました。水伏せき沈めることはこの本水園の最も重要な役割なのです。妖的、その特徴は額が広く大きな目、三角の突き出た鼻、そしてまっすぐに並んだ歯です。早期に防衛工事によって損壊し、1985年に再建されました。妖的、水路交通の要衝に位置し、その主な機能として路冲、道路の進行方向と家屋が向かい合う風水上良くないとされる位置関係を防ぎ、水害を沈め、また前方の墓の災いを取り除くなどがあります。西高、かつて地中に40年近く渦もで、出土後の本水園は長い時間を経て関東道路脇の草むらの中に安置されました。その後、郷文元氏の奔走によりついに県政府の補助を得て頑丈な台座が修築されました。現在本水園はバス停の左側の石の台座に佇み、風を防ぎ水を沈める任務に当たっています。西高、体は小柄ですが特別な彫刻技法が用いられ、顔部分の線の起伏が非常に大きくなっています。東高、金門の村の本水園で最も小さく、元の西国の本水園は1949年に失われ、現在の本水園は1951年にコンクリートで作られた大台で今に至っています。壁山、穏やかで上品な顔立ちに、額には力強い王の文字が刻まれており、
平和でのんびりした雰囲気があふれています。碧山、額に王の文字が刻まれ、大きく生き生きと輝いた目に、まっすぐ伸びた花、きれいに揃った歯、まばらに生えた眉毛とひげ、穏やかな直手法で玉と紐がしっかり握られています。この風水絵と陰山廟の石像群は同じ霊石から彫られたものであると伝えられています。三光、塩ビの邪気を防ぐことを願い、胸の前は流線の紐と巨体の導線が主な構図となっており、鑑賞に値する素晴らしい芸術作品です。沙美、原因不明で失われた風水絵が2012年に沙美の番案と左側の空き家の中で発見され、法師が開眼供養の儀式を行い、正式に村を守る重要な任務に加わりました。沙美、昔この池で水難事故があり、信者がこの地域を沈め、邪気を払うため池のそばにこの風水絵を建てました。沙美、この風水絵は風を沈め邪気を防ぐだけでなく、俗に走孝と呼ばれる親族がいなくなった夫婦の最低限に抑える役割を担っています。沙美、正等席の立面に浮き彫りの形で表現しており、金門でよく見られる立体形の風水絵とは異なります。広報塔、元の風水絵は戦乱によっていつの間にか消えてしまい、1985年に台湾から導入されました。左西道そば金島地区の重要なコースの中枢に位置し、左手に宝剣の握り、右手には光陰の文字、口に宝珠を加え、額の上に王の文字が刻まれており、地域を守り、邪
邪気を払う役割を担っています。沙梅、素朴な外観で体には色が塗られておらず、輪郭は風化によってはっきり見えません。ほほっと、鼻が高く大きな目、平らで幅が広い唇に、全体が濃い色で非常に印象的です。香水とミニタイプのフォンスイエはシビのような形をしています。香水と生き生きとした乳名に、ふくよかで筋が通った花、右手には銅線の持ち、左手には紐を握っています。体はキラキラと美しく輝き、線状体の尻をカールした背中のたてがみがあり、美しい背中の本水へと呼ばれています。香水と元のフォンスイエは移されたと言われており、1981年に再建されました。小柄の体で村の北の地域を守る役割を担っています。東照、東照村は小さく人口も少ないですが、この本数家は路上の路中を監視するだけでなく、水の災いを払うという役割も担っています。香水と、このフォンスイエは1970年に中国の石堀植林に委託し、文徳宮前のフォンスイエの姿に習って彫刻したものです。2つのフォンスイエは非常に似ており、青、白、赤などの鮮やかな色彩が
人目を引き、香水筒の胸の後ろの守り神となっています。最弱風水家は以前大部山の下に設置されていました。軍令の頃は軍事管制区で住民は入ることができなかったため、2014年1月に住民が大部山を下山した際に派遣されました。当作日、村民は端午節の日に陽明の備えで風水家を参拝します。参拝後には小さな塊の白い面の風水家の口に入れるという大変ユニークな光景が見られます。遠山、体は細く痩せていて、頭部は片方に寄っています。非常にユニークで可愛らしい姿ですが、風化が深刻で、村民は風水への苦労に感謝し、1月9日、5月5日、8月15日などの重要な節目の日に、3種類の家畜の生贄、ちまきなどを供え物として、準備し参拝します。陶渓、もともと陶渓村の東側で風を鎮める役割を担っており、1949年に国軍によって統治下の建材として使用するために台材が解体されたため、あぜ道に横たわっていました。そして2006年になってやっと建て直されました。大事、風を鎮め邪気を払うのがこの風水家の最も主要な役割です。天保、元の風水家は戦争によって失われ、現在の風水家は1996年に出入りの安全平和を守るため青銅石を掘って安置されました。南遊、台座が国軍に徴用されたため、この風水家は長年地中深くにうつもれていました。2009年になってやっと緑ピッカープロジェクトによって派遣され、2012年にこの場所に安置されました。この風水家は口を開け、目が上向きであることが特徴です。